皆さんこんにちは、北村光と申します。いつも動画をご覧いただきましてありがとうございます。今回ですが、今回はアメリカのバイデン大統領について占ってみようかと思っています。まあ今ね、ちょっとアメリカはね、なんか物価が高くなってね、結構それによってね、犯罪率がね結構増えているということでね、なんかバイデンになってからちょっとアメリカ大丈夫なのかっていうね、なんか最近国民の反発もあるらしくて、まあトランプだったらよかったんじゃないかっていうね意見もあるらしいですよ。なのでね、ちょっとバイデン大統領ちょっと占ってみようかなと思っています。まあ近い仕事運的なものをちょっと占ってみようかと思っています。まあね、この前もだからアップルストアに結構強盗入ってね、まあ捕まってましたけどね。なんかニューヨークとかの都心とか結構ゴーストタウン化してるとか、なんか街入れたらね、なんか襲われるっていうのが噂になってるらしいですからね。まあ多分コロナ禍とかでね、やっぱり在宅ワークとかもねする人も増えてはいるかもしれないし、じゃあ、バイデン大統領、まずは3ヶ月ぐらいで見ていきますね。まあ近い仕事、まああとちょっとルノルマンカードでもちょっと見てみようかなとは思っています。なるほどな。ああやばいな。いやー、どないしよう。うわー、どうしよう。なんて言えばいいんだろう。ちょっとやばい。やばいって言ったら怒られるかな。まあちょっと解説していくんですけどね、まあ今ねキングのソードが出てるからね、自分はねなんかねいい方に行ってるとなんか思い込んでる感じがする。思い込んでるんだけど結構ね傷ついてるんよね、ソードの3が出てるから。傷ついてるな。だから別れとか損失するとかっていうのが出てる。でもなんかちょっとね言い方悪いけど裸の王様的な感じがしてて、実際なんかね自分のなんかマニフェストみたいな感じ、あの目的みたいなのが全然ね実現できてないっていうのがね心の中で思ってる。だから自分のね思った通りのアメリカになってないみたいな感じの記録、なんか思いがあるみたいな感じがしますよ。だから結局ね実力がねなんかなかなか伴ってないっていうのが近い過去には出てるんだけどな。あのね近い未来はね、だからコインの4の星地が出てるんだよね。これだから結構自分執着心っていう、あと頑固さが出てくるっていうのがある。だから自分の地位を守りたい気持ちがもう出てる感じがする。まあちょっと話逸れるかもしれないんですけど、前回元ジャニーズ事務所のね白波瀬さんの副社長も占った時もなんかコインの4が結果に出てたから、やっぱり執着がね、取れないみたいな感じがする。やっぱり今の大統領でね結構大統領のね地位をねなんか維持したい、何が何でも維持したいっていう気持ちがなんか出てくる感じがする。でもなんか早くなんか不安がね解消されたいっていうのはあるみたいよ。今の問題を早く解決したいっていう気持ちはあるんだけど、ちょっとね今仲間割れが結構来てる感じはするかな。でちょっと怖いのがこれだよね。だから恨まれてるな。復讐カードが出てるんだもんね。わあ。で最後これだよね。これ変化っていう
変遷なんだけど、13がね、実はこれ死神なんよ。死神の聖地が出てる。まあ、停滞とか、まあ、望ましい変化のための色とか、過去を捨てられないとか、あと別れとかっていう意味のカードなんだよね。ちょっと命に注意した方がいいかもしれないかな。いや、なんかね、この前聞いたんですけど、なんかゼロのつく年の大統領はちょっと命に関わることが起こりやすいってよくなんか聞いたことがあるんで、確かバイデンさんもゼロの時に2020年かな、2020年になんか就任されましたよね。だからちょっと、まあ生死は占えないからわかんないけど、ちょっと恨まれてるところがあるからね、ちょっと注意した方がいいかなと思う。もうアドバイスとしてはね、村からもう信用できる人を探さなきゃいけないっていうのを言われてる。あと協力者を見つけなければちょっとやばいっていうのを言われてるかな。そうきたか。どうなんだろうね。ちょっと危ないな。まあ協力者さえね見つかればいいと思うんですけどね。まあ信用できる人ね。じゃあルノルマンカードではね、ちょっとどう出るかちょっと見てみようかな、バイデン大統領。どうしようかな、また半年間見てみようかなと俺。じゃあルノルマンカードではね、バイデンさんの仕事どうなっていくのかちょっと占ってみますね。見ていきます。もう無知が出たな。時計が荒れてるね。いやもうあれもガーデン割れてる。まあ自分の地位はね、まあそのまま確立はできる感じはする。でも過去にね無知が出てたでしょ。であと時計が出てるんだよね。だからちょっとね焦ってる感じがする、何かに。なんか急いで、なんかちょっと早く体制を立て直さなきゃっていう気持ちがなんか出てるんかな。でちょっと悪い噂、スキャンダルとかまたなんか近い未来に出てきそうな感じはするよ。でもなんか結果的にはね、あのガーデン割れてる、でこれパーティーの意味でもあるんだよね。なんかパーティーを楽しみすぎるとか仕事よりもパーティーを楽しみすぎるとか。だからそういうスキャンダルとかが出るんかな。実はなんか政治なんかほったらかしにしてホームパーティーばっかり楽しんでたみたいな。まあこんなこと、これは例えです。でもね、だから周囲がねちょっとやばい。だからもう鎌が出てるからね、やばいなぁ、なんか大丈夫かな。でも本人はだから今のね仕事を、だから地位をね守りたい気持ち言われてるよ。だからでアドバイスとしてはもうやっぱりね、若い人の力借りなきゃいけないっていうのが出てるかな。だからまあさっきのタロットでも出たように、やっぱり協力者が必要だっていうのが出てるかな。そっか、ちょっと大変だな。じゃあ最後です。最後は半年で見ていきます。まあもうちょうど10月なんでね、キリがいいんで、2023年度の下半期ということで
バイデンさんの仕事を見てみようかな。それを終わりにしてみたいと思います。まあアメリカもねちょっと治安がね早く良くなればいいんですけどね。だからちょっと物価がだからねそのレストランでもねなんか結構高いとか言って噂がありますからね。じゃあバイデンさん半年間どうなっていくんでしょうか。尖れてるなぁ、ちょっと荒れるかなぁ。まあ逆位置だからねまだダメージは少ないと思うよ、うん、まあなんかね波がある、うん、やっぱり、うん、特に12月ちょっと後半から1月にかけてがちょっと大変かなっていうのは出てるかな。あと2月ちょっと危ない、うん、暴走するって感じが出てる、 やる気がなくなってくるみたいな感じのカードが出てるからね、うん。まあ今もちょっとね不安定だけどね、まあちょっと10月の後半にちょっとね立て直ししていくような感じがするけど、まあ結局来月なんか耐えられなくなったり、うん、だからちょっと波が激しいかな、うん、良い波と悪い波が激しい。まあ来年になってちょっと来年の後半、あ1月の後半ぐらいからちょっと協力差が出てくるんかなっていうのもありますけどね、うん。まあ3月までちょっと耐えれば大丈夫かなと思う、うん。2月がちょっと山場かなっていうのは出てるかな、うん。でもちょっとねアメリカもこんな感じでちょっと不安定になるかなっていうのも出てるかな、うん。まあちょっと今日はこんな感じでねバイデンさんちょっと占ってみました。まあちょっと命は大丈夫、ちょっと恨まれてるカードが出てるからちょっとね早く協力者を見つけるべきだとは思いますけど、いかがでしょうか。いつも動画ご覧いただきましてありがとうございます。北村でした。まああくまでご参考までにお願いいたします。